クラカケヒラージ族は、アジカニ属子原村2種の海水魚を含む族である。タイプ種はクラカケヒラージ。東西大西洋と東太平洋の沿岸域で見られる。複足が丸みを帯びた特徴的な体型や、小柄にあるクラ状の暗い斑点から他族の魚類と区別できる。世界的には漁業においてそれほど重要な種は、 含まないが一部地域では主要な食料となっている種もある。クラカケヒラアジ族は原存の2種を含む属である。スズキ目のアジカに属する。分子情報を用いた近年の系統学の研究により、本属はアジア化に含められた。最新の系統学の研究の成果によれば、本属はモンツキヒラアジ族、メアジ族、ホソヒラアジ族、 そしておそらくマブタシマアジ族に非常に近縁であり、それらの族がアジア化の中で一つのクレードを作るという。またこの研究では、クラカケヒラアジ族の探検統制も強く支持されている。本族は、フランスの博物学者、シャルル・フレデリック・ジラールによって1858年に彼が見つけた新種のクロレス・コンブリス・コリベイアスを収容するための新族として、 その種をタイプ種として創設された。その後、デイビッド・スター・ジョーダンとチャールズ・ヘンリー・ギルバートは、おそらくシーカ・リペアスのタイプ標本が紛失してしまったために、マイクロプタークス・コスマ・パラタを本属のタイプ種として改めて指定した。この種が現在でも本属のタイプ種として認められている。しかしながら、どちらの学名も1766年にリンレが記載していた、 スコンバー・クライスリウスの高校シノニムであることが後に判明し、現在では実質的に本属のタイプ種はクラカケヒラージということになっている。なお、クロレスコンブリスという属名はギリシャ語で緑色を意味するクロレスと同じくギリシャ語で魚、特にサバを意味するスコンブローズを組み合わせたものである。本属に属する種の化石記録はない。 現在では2種が認められている。両種は同種である可能性もあるが、そのような関係の真偽を確認するための研究はまだ行われていない。両種ともに小型から中型の種であり、それぞれの最大体長は全長で約30センチメートル、約60センチメートルである。他族の魚類からは容易に識別できるが、太平洋に生息する C オカヨタは、 メアジとの混同が起こる可能性がある。本属の種を他属の種から区別する特徴の一つとして、複側輪郭が肺側輪郭よりも膨らんでいることがあり、そのため本種は複側が丸みを帯びた特徴的な体型をしている。その他の外見上の特徴として、小柄上部に蔵状の黒縁があること、斜めに開いた口、瞳孔の直径が比較的小さいことなどがある。 その他の形態上の特徴は、他のアジカ魚類と類似している。背びれは二つの部分に分かれ、第一背びれは八トゲ、第二背びれは一トゲ、25から29何条である。尻びれには前方に2本の有利トゲがあり、それを除けば一トゲ、25から29何条である。側線は前方で緩やかに湾曲し、直線部には6から16の両鱗が、 わずかに発達する。胸に、ムウロコイキはなく、両角には、細かい重毛状場からなる熾烈が存在する。体色は、両種ともに、全体的に銀色であり、配色は、青緑色から暗い金属光沢を持った青色になる。シーオカヨタには、災害上縁にはっきりとした暗色のブチが存在するが、クラカケヒラアジには存在しない。カメルーンで漁獲された。 クラカケヒラージ本属の2種の分布域は、東西大西洋、東、太平洋の熱帯、温帯域に限定されている。クラカケヒラージは、大西洋のアメリカ東岸とアフリカヨーロッパ西岸の両方に生息する一方、シーオカヨタは、東、太平洋の中央アメリカ沿岸に生息する。両種もに群れを形成する、沿岸性の魚類で、大陸方の付近で、 共栄性の生活を送っている。浜やラグーン、エスチアリーなどの浅い海域でよく見られる。概洋でも稀に見られ、その際は普通クラゲなどの浮遊物体のそばにいるのが見られる。本属の2種は共に肉食魚で、魚類、糖塞類、動物プランクトンなどを含む様々な小型生物を捕食対象とする。稚魚は制魚よりもプランクトンを捕食する傾向が強い。 両種の繁殖や飼魚の発生過程については研究が進んでいないが、治魚はしばしば外用で発見される。どちらの種についても特にその種を狙った漁業は行われていないが、トロール漁や地引きも、ハエ縄などで漁獲されることがあり、鮮魚、あるいは塩漬けや冷凍された状態で市場で販売される。どちらの種も特に釣りの対象とはならないが、自治下道として捕獲される。 食用としては、淡白な味とされるが、ク倉掛平味は、アフリカの一部で主要な食料とみなされている。ありがとうございます。